は足りぬ。いかん、待つんだ。待って、みゆきを返せ。ダメ、逃げられる。みゆき、取り戻せなかった。でも分かったよ、みゆきはまだ主の中にいる。言葉も声もやっぱり届くんだ。声が届く。そうだ、ああ、私の声も届いた。レナモン、すまなかった。辛い思いをさせてしまった。そして、ありがとう。姉さんに寄り添ってくれていて。はあ。みゆきは他の人間とは違う。特別な力を持っている。巫女の力ってやつか？そうだ。生贄にはならない代わりに力を震える。悲願の世界をつなぐ扉を開ける力、それがあるから主はみゆきに執着しているんだ。主の目的は、みゆきの力で扉を開いて何をする気なんだ？復讐だ。人間の世界に攻め込む気なんだ。復讐？何に対してだよ。人間の世界があいつに何かしたってのか？すまない、詳細は知らないんだ。だが主は言葉の端々に人間の世界に対する復讐心をにじませている。この世界が霧に飲まれ壊れ始めているのも主の目的と関係しているのかもしれない。じゃあ主の目的を阻止しないと私たちが帰れないだけじゃなくて、両方の世界が霧に飲み込まれてしまう、そういうことよね？私は主からみゆきを助け出したい。レナモン、僕たちの目的は同じだ。待てよタクマ、ジジモンは最後にはみゆきを倒すしかないって。そうだとしてもギリギリまでみゆきを助け出すために考えたい。今のまんまじゃみゆきさんがかわいそうすぎるよ。それにうちらの声はみゆきさんにちゃんと届くんだって分かったじゃない。みゆきちゃんに声は届け続けられたら、それでみゆきちゃんが自分を取り戻せるなら、うん、やるだけやってみようよ。助けられた方がみんなハッピーだもんね。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルとしてだったけど一緒に過ごした仲間だろ。仕方ねえな、ミユが危険にならない範囲でなら手を貸してもいい。共に行こう、レナモン。僕たちでミユキと世界を救おう。ああ、閉じる。
狭まる。我が想像せし世界。急がねば我もまたこの世界と共に。いな、認めぬ、諦めぬ。必ずや我が対岸を成就すべし。ゆえに。そなたを滅しはせぬ。あなたは誰？大切なるみゆき、我が命なり。え？さあこちへ、こちへ。こっちって、こっちに来てって言ってるの？そなたなくば、我が対岸成就せず。対岸、つまりあなたの願い。思い隔てし一族、許すまじ。しかればこそ、みゆき。しかればこそ。さあ、みゆき。参れ。参れ。私に、何をするつもりなの？さあ、早く、こちへ。逃さぬ、返さぬ、我が巫女、我が命よ。あれ、レナモン、その姿。なんでまた春の姿になってんだ？もうすっかり正体は分かっちゃってるんだし、わざわざ春でいることもないんじゃない？もう随分と長くこの姿でいたからな。体が勝手に春の姿でいようとしてしまう。え、でも昨日はレナモンの姿だったじゃんか。元の姿に戻らねば戦えないのだから当然だろう。それってつまり、普段は春の姿の方が自然ってことなのか？そっちの方がリラックスできちゃうみたいな。って無視かよ。うるさい。みゆきのそばで春の姿で居続けていたらいつの間にか当たり前になっただけのことだ。しかしその姿でいることは
君にとって苦しいことだったのでは。最初は確かにそうだったかな。だそれにこの姿でいたからこそ見られたみゆきの表情というものもあったから。だから昨日言ったあの言葉はもう忘れてくれていい。そうか。それで俺たちをここに集めた理由は何か大事な話なんだろう。ああ、みゆきの居場所について話しておかなければと思ってな。みゆきがどこにいるのか知ってるの？みゆきは祠にいる。祠？それって神社の祠ってこと？ああ、そうだ。それは本当かね。今さら嘘などつくものか。主の本体がいるのは祠の奥深くだ。だから間違いなくみゆきも祠にいるはずだ。たくま、レナモンは嘘なんて言ってないと思うぞ。それじゃあ本当に。びっくり。まさか敵の本体がこんなにご近所さんだったなんて。ああ、あの辺はこれまで何度も歩き回ってたからな。ええ、私も全く気がつかなかったわ。東大元暮らしってやつか。しかしあの祠には何者かが隠れられるような場所はないはず。まさかまだ奥があったとは。だがあそこは何度も調べたから間違いはないはずだ。協力し合うのだろう。私の言葉を疑うのか。春は思い込みが激しいから一度言い出したら聞かないと。その癖はまだ治ってないようだな。それはけどさ、教授が疑いたくなるのも無理はねえんじゃね。それは結局私の言葉を信用していないということか。そういうわけじゃないよ。ただ信じられる根拠は欲しいかも。すべては祠へ向かえばわかることだ。僕はレナモンを信じるよ。レナモンがミユキを助けたい気持ちは本物なんだ。ミユキのことで嘘をつくわけないよ。まあそう言われるとそうだよな。っていうかレナモンの目を見ればわかるよ。レナモンの目、うちを守ってくれる時のシャコモンと同じ真剣な目してるもん。大事な人を守りたい気持ちは一緒だものね。そうね。それに私たちみんなレナモンがどれほどみゆきちゃんを救いたいかよく知ってるもの。信じないわけにはいかないわ。そうですよね、教授。どうやら私は随分と頭が固くなっているようだ。すまないね、レナモン。みゆきを救えるならそれでいい。さて、敵の居場所は分かったけどさ、問題はどうやって勝つかだろ。この世界を支配してるやつだ。何も考えないで行くのはあまりに危険だろ。じゃあさ、こういうのはどうかな。勝つことよりもとにかくみゆきを奪還することに集中するんだ。そしてうまく彼女を取り返せたな。取り返せたら全力で逃げる。そして急いで安全な場所まで行ってからみゆきの力で元の世界に戻るんだ。それいいじゃない、ナイスアイディアだよ。だろ。ミノルにしては上出来。ちょっとだけ見直した。
おい、なんかそれ素直に喜べねえな。ねえ、たくまくんはどう思う？私もこれって現実的な作戦だと思うけど。うん、悪くはないけど、でもことはそれほど簡単じゃないと思う。それってどういうこと？おい、たくま、簡単じゃないってどういうことだよ。うん、うまく説明できないんだけど、こっちの世界と僕たちの世界はお互い影響を与え合っている。つまりこっちの世界に異変がある限り、僕たちの世界も無事では済まないんだ。なるほどな。俺たちだけ逃げても問題は何も解決しないってことか。じゃあやっぱりあの主ってやつを倒さなくちゃならないってことかよ。そんなの無理かもしんねえのに。いや、必ずしも倒す必要はないのかもしれないよ。え？主を倒すことと世界を正常に戻すということは分けて考えた方がいいかもしれないということだよ。それってどういう意味なんだ？主を倒さねえと世界は救えないんじゃねえのか？そうとは言い切れないと思ってね。倒さなくても世界を救えるかもしれん。もしや教授は世界を救う方法に心当たりでもあるのか？その方法はわからない。だが倒さなくても解決できる方法は模索すべきだということだ。でもその方法がわからないんじゃ、やっぱり戦うしかないんだない？そうね、今の私たちには確かにそれしか選択肢がないもの。教授の言うように、主を倒さなくても済む方法を探した方がいいんじゃないかな。だからどうやってだよ。わからないから探すんだよ。それまでみゆきのことはどうする気だ？私はこれ以上みゆきが主、お前たちの目的が、いやそれは変わらないよ。僕というか主を倒すにしても何にしても、まずはみゆきを助ける。僕も主との戦いは避けられないと思うし、戦う以上は倒すべきだと思う。でもどうやって倒すんだよ？それはわからないし、簡単なことじゃないっていうのも分かったけど、僕らが主を倒さなかったら元の世界もどうなるかわからないんだ。元の世界だけじゃねえ、この世界だって崩壊しちまうかもしれねえしな。このまま放っておけばそうなるだろうな。ミノル、この世界が崩壊するということは俺たちも死ぬのか？バカ言うなよファルコモン。そんなこと俺にだってわかんねえっての。わからない、つまりは否定もできない、そういうことだろ？それはそうだけど、でもよ、もし戦って負けちまったら、それこそ。ミノル、とにかく祠に行く。それ以外に道はないと思う。だな。主を倒すにしろ、他の道を探すにしろ、俺たちが元の世界に戻るにはみゆきの力が必要なんだろう。元の世界に戻るためにもみゆきを無事に助け出すしかねえ。
ってことか。ええ、けどみゆきちゃんを助けるのは元の世界に戻るためじゃないわ。みゆきちゃんの力のことは関係なく、みゆきちゃんを助けたいよね。でも祠に行くってことはやっぱり主と戦うかもしれないってことだよね。ねえねえタクマ、みんななんか不安そうだよ。祠へ向かう前にそれぞれ気持ちを整理する時間を取った方がいいかもしれないね。気持ちを整理する時間ですか。不安な思いを抱えたまま主の元へ向かうのはあまりに危険だろうからね。お前の言うことも最もだな。教授とレナモンの言う通りだと思う。祠へ向かう前にみんなそれぞれ気持ちの整理と準備をして、それからもう一度集合しよう。Thank you.
くぞ。
だね。受けて立つ。来い。どう戦うべきか。前に呼吸を合わせる。受けて立つ。来い。どう戦うべきか。なんとかなったな。